朝バイパス、山の井工業団地付近波乳バイパス、鉱山トンネル朝、波乳バイパスは、山口県宇部市から下関市に至る国道2号のバイパス道路。旧朝郡山陽町の2大中心集落である朝地区と羽生地区で生じている交通渋滞を緩和することを目的として建設された。中間の山陽を乗らしつぬのとの約0 3トル間で一旦現道と、 接続しており、東側が朝バイパス、西側が波乳バイパスであるが、この付近の原動改良工事を合わせて両社が一体的に整備されており、朝、波乳バイパスと一括して呼ばれている。2008年1月26日全線が暫定に車線で開通した。全線開通後もしばらくは、バイパス、旧道とも国道2号であったが、2008年4月1日付で、 朝高区ク道が山口県道225号線絆の多線に、ハブ高区ク道が山陽小野田市道団号道上支線及び国道190号となっている。2008年6月までに山陽小野田市山野井道市団号峠の4、車線化が行われた。2005年の平日24時間交通量。ありがとうございます。